はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、クジャクマイです。さあ、本日なんですが、例年のレアコレ枠ですね。クォーターセンチュリークロニクルサイドプライドが本日発売となってまして、こちらをね、開封していこうと思います。6ボックス買ってきたんですけども、ちょっと1ボックス保管用に、して、5ボックスを開封していこうと。魂の5ボックス開封というところをですね。ちなみになんですけども、封入率がね、なんかね、終わってるっていう、終わり散らかしてるっていう話を聞いてるんですが、ですね、まあ、何種類入ってるかっていうと、200種類入ってると。いや、入れすぎなんだよね。まあ、欲しいの当たるわけないと思ってんですけど、狙いはですね、通常モンスター枠で、ブルーアイズとレッドアイズがイラスト違いで入ってて、まあ、それめちゃくちゃ欲しいのと、あとイラスト違いのリミッター解除とハーピーの羽毛器があるんですね。これね、バカみたいな封入率だと思うんですけども、これ引きてえな。ああ、たまには俺に神引きをさせてくれ。やっていきましょう。とりあえずちょっと1ボックスは、まあざっと見て、2ボックス、3ボックス、4ボックス、5ボックス目とかはね、まあ、ざっくりいこうかなと思うんですけども。え、あ、そっか。これあれか。プリシク2枚入ってんのか。プリシクじゃねえや。クオシクか。クオシク2枚入ってるっぽい。マダンとかもね、なんか追加されてましたね、そういえばね。はい。サルンガ。黒い旋風。いいね。熱い。DD ラミア。やるやん。こちらに全部、光ってるんで。お、メテオニス DRA。そういえばドライトロンもなんか新規が、決定しましてね。なんか打点5000のやつが出るらしいですからね。ドライトロンルタ。デルタ。ん?デルタ。ドライトロン、メテオニスドライトロン。ボレアース。かっこええやん。ちょっとね、マスターデュエルだったら組んでんだけどさ、レッドアイズ来た。マスターデールだったら組んでるんだけど、OCG はちょっとカード高くて全然組めないから、あ、ブルーアイズ普通に。これ普通にウルトラで入ってると違和感すごいな。なるほどね。ああ、レダメのさ、待って。これレダメのこれアルティメットレア。これクソかっこくね。ちょっと見て。マジかっけえんだけど。マジかよ。すごい。しかもなんかこれ9イラストだしね。俺レダメさすがに9イラストの方が好きなんですけど、これは熱いんじゃねえか、なかなか。DD ゴースト。ギャラクシーエクスペディション、フォトンロード。あ、ギャラクシーとかもね、なんか、タイタニックギャラクシーとか入ってるらしいから、タイタニックギャラクシーとかはちょっと詳しく、若干欲しいな。うん。テムジン。テム。カエサルラグナロク。カエサルラグナロク。DD はちょっと、OCG では、なかなか、組む機会がないというか、まあ、回せないというか、いう話がありますのでね。デッドアンズバースト、かっけえ。これちょっとね、ブルーアイズ関連かな?なんか、個人的にシークレットとかで欲しいのはね。まあもちろん一番欲しいのは、レッドアイズインサート来た。レッドアイズインサートといえばあれじゃない?なんか、トレンドに最近上がってたけど、なんかドラグーン帰ってくるとか来ないとかっていう噂あるけど、マジ?なんか、アナコンダ禁止になって、ドラグーン帰ってくんじゃねえかみたいな話されてっけどな。フォトンエンペラーかっこいいやんけ。いいね。フレッシュマドロティシスタルとかわいい。あ、ソルト来た。これ、次あたりじゃね?あ、次あたりだわ、これ。次あたり来たわ。いや、これ。あ、次じゃねえわ。全然、ごめん、次じゃなかった。あ、魔法カード。これ、魔法カードは可能性ありますよ。ちょ、魔法カード、何魔法かだけ、ちょっと、速攻魔法かだけ教えてほしいな、これ。あ、フィールド魔法だ。何、フィールド魔法って。何が入ってんの、これ。なんか、竜の警告とか、そっち系?別にいらね。まあ、嬉しくないかと言われたら、まあそうでもないけども、言うてそんなに嬉しくはないわな。DD グリフォンとかよりはマシだな。DD グリフォンとかちょっと当たると、さすがにちょっと組んでないデッキすぎて、あまりにも泡吹いて倒れるみたいなとこあるから、はい、アウス。デスマキラ、あ、でもデスマキラかっこいいな。デスマキラのクオシクとかもちょっとかっこいいな。普通にありな気がしてきた。やべ、ちょっと待って。これ、あれだ、こっち側に寄せないと。で、バレルリロード、ネクロスライム、サイフリート、ソーンバレルの宿。ソーンバレルとかもな、ほぼ入れないからな、デッキの中にね、基本的にはね、あんまり。まあ、バレットの準構築とかだったら入るかもしれないけど。ちょっとこれのね、メガフリート、次でしたね。はい、次でした。多分これ。次でした、完全に。なんでしょうか。通常モンスターじゃない時点で微妙なんだよな。これ、効果モンスターですね。ちょっと属性見ますか。属性は何ですか?神じゃない?神だ!神だ!これ!神だわ!神来た!え、待って、オベリスクとラーダ入ってないっけ?確か。オシリスが前回だもんな。いや、これどっちの方が嬉しいか問題あるよな。
オベレスクがラーかでしょ。いや、ラーじゃね、さすがに。さすがにラー、翡翠ラーとかちょっと若干 OCG で、あ、ラーだラーだ !OCG で組んでみたい感あるかもしれん。来た。ラーよ、天お前、不死鳥となりて。マジかっこいい。俺のマリクのモノマネはさすがに0ミリしか似てないという話は置いておいて、クソかっこいいわ。やばすぎ。ビラビラ光ってるわ。これはさすがにヒエラティックテキストを読み上げたくなるよ。ああ、フォトンバニッシャー。まあ、あとはちょっと消化試合みたいなとこあるけどな。ハーピーチャネラー、フォトンオービタル、禁断契約書、バレットリチャージャー、プリンセスール、ヒステリックサイン、サイバーリペアプラント、バレルソード。まあ、バレルソードとかも普通に入ってるのまあまあ嬉しい。フルアーマード。あ、ランページのアルティメットだ。かっこいい。ちなみにです。僕ね、OCG のね、ガチデッキと呼ばれているデッキ、基本的には2個しかなくて、サイバー流と、ヒーローしかないんですよ。なんで、サイバー流は結構嬉しいですね。はい。1ボックス目結果。いや、ラーの抑止流はなかなかの当たりなんじゃねえか、これ。さすがにな。これのね、光物がね、あるから、今回は。これがマジで欲しいんだけどね。いや、どのぐらいなんだろうな、封入率。ちょっとわかんないけど、なんか封入率追われ散らかしてるって話聞いてるから。ちょっとね、これラー出たら、あるだろう。引き。今日ちょっとね、引きいつもと違う気がする。2ボックス目いきましょう。さあ、2ボックス目サクサクいくぞ。電池もなくなってきたわ。カメラの。ちょっとサクサク目に行きましょう。はい。エグゼクティブテムテム入ってるの。アブソルータいいね。プロムナード。ノバ。まあ、あ、これ来たな。これ来たわ。次だ。レッドアイズブラックドラゴンの次の魔法カード。これはあれだろ。ハーピーの羽根ボーキだろ。違うか。頼む。さあ、速攻か、そう、通常だな。羽根ボーキと、リミッター解除ではない。速攻魔法だから、リミッター解除は。羽根ボーキである可能性がある。あ、やばい。これイラスト的にこれ霊廟じゃね竜の結国と竜の霊廟ですね。はい。うん。まあ、悪くはないですね。なんか、ね、使えなくはないですけども、まあ、言って嬉しいかと言われると非常に微妙。はい。で、ハンドレット、ケプラー、霊廟。いやまあ、できれば光るんだったらこれ光ってほしかったな。ブルーアイズデッキはね、ちなみにね、普通に一応組んではいるんですけども、まあ、雑魚ですけどね。あまりにも雑魚ですけども。はい。タイタンギャラクシー、いいね。タイタンギャラクシーのシークレット、割とまあ嬉しい部類ではある。で、テクチューラス、ブレードガンナ、次は。何これ、あ、トラップカードはもうなんか可能性を感じないわ。トラップカード、何入ってんの今回のトラップカード。何ですかこれ、何トラップですか。通常トラップ、あ、通常トラップ、くせえな。何このイラスト、え、あ、DDD ヘッドハンドだ。なるほど。これ DD スカイからしたら喉から手が出るほど欲しいのかもしれんけども、ちょっと DD は本当に受験勉強並みの展開ルートがありますので、僕は個人的にはちょっと組む気があんまりないので、マスターデュエルで、組んで、右側にカンペを置きながら回していたと言われますからね。はい。右の画面にカンペを、用意しながら回していたと言われますから、これ。はい。ティアラミス。あー、バンアルファのアルティメット。で、アルティメット統一と逆にレアなんじゃね？キメラテックフォートレス。あ、いいじゃん。サイバードラゴンのなんか枠、割とアルティメット揃ってきたな。アルティメット揃ってくるのは、まあまああり。あ、ブルーアイズ、まあ、結構入ってんだな、ブルーアイズ。割と、ブルーアイズ、レッドアイズのこの、なんだ、初期イラスト版は、割と、封入率大して、低くはなさそうな気がします。はい。ヘルツ。ハーピーの、ハーピーハーピース。フォトンロード。デディラミーヤ。メディアブラック。レッドアイズ、サンダードコンフュージョン。テムジン。リボルトセクター。なるほどね。まあ、このボックスは負けだな。うん。正直。まあ、ちょっと、まだ3ボックスあるんでね。はい。3ボックス目行きましょう。よし、3ボックス目行くぞ。いい。まあ、サク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 進めていきますよ。あ、いきなり来たな。いきなり来ましたね、これね。いや、魔法カードか。羽ぼき、羽ぼき。羽。通常、あー、何これ。フィールド。違う。永続。永続？永続って何？イラストで判断しましょう。何ですか、これは。え？わからん。何これ。書って書いてあるんだよ。これ絶対契約書やん。絶対契約書だ。マシン王か、なんだ、地獄門か、わかんねえけど、あ、地獄門か。いやー、地獄門、もともとこれ、詳しくあったん、詳しくてか、プレシックとかあったのかな、ちょっとわかんないですけども、
DD 使いの方、よかったら差し上げます。DD 組み機なさすぎだろ。DD 組み機なさすぎて笑うわ。あ、かがり火、かがり火敷く。熱い。かがり火、あまりにも再録なくてね、みんな困ってましたからね。これのでも、詳しく出て、またより、これ、あれなんじゃねえの。散財すんじゃねえの。まあでも、多少値段は下がるか。スピリット。おお、え、逆にレアじゃない？レッドアイズブラックドラゴンのアルティメットレアだって。これ逆にレアなんじゃないか説あるけどな。おお、これね、ちょっと嬉しいね。困るっちゃ困るか。タイタニックギャラクシーのアルティメット。おお、アルティメットは結構強くない俺これ。割とね。タイタニックギャラクシーとかもね、まあカードパワー的には相当強いんで。これは、まあ十分当たりと言っていい方なんじゃないかなと思いますけど。あ、次ですね。これ次ですね。まあ通常モンスターかどうかなんですけど、まずそもそも。通常モンスターではないと。効果モンスター枠。で、あとはもう神だな。神。神。効果モンスターだったら神なんじゃない？さすがに。闇だわ。闇。これレッドアイズ系か？闇。イラストで判断しようぜ。なんだこれは。あ、BF か？ちょ、わかんねえな、これ。なんだこれ。あー、DD ですね。なんだっけ、なんちゃらゴーストみたいな。DD ゴーストか。いやー、微妙。DD デッキもこれ入れるか微妙じゃない？ DD ゴーストって。入んのかな、今。ちょ、俺が構築した時はさ、入れなかった記憶あるんだよね。これね。はい。あ、ツインバーストとかちょっと光ってほしいね。若干。カリバブルーアイズ系全然出なかったな。3ボックス目結果、何この DD ボックスみたいな感じなんですけど、アルティメットレアのレッドアイズちょっとレアなんじゃないか説をちょっと提唱したい。これどうなんだろうな。ちょっとわかんないけど、価値的には結構高くてもおかしいよね。4ボックス目いきます。4ボックス目対戦よろしくお願いします。皆さんはちなみに、これ買いましたかね？結構持ってるカード多いよっていう人も、いっぱいいらっしゃると思うんでね、なんか、買ってないっていう人も結構いそうだけどね、マダンとか、あれかな、デモンスミスとかそっち系と相性いいとかあんの？なんか、なんでここで入ってんの？マダンが。なんかあんま、なんかね、よくわかってないけど、あ！見えちゃった、ごめん。すげえ見えちゃった。シューティーって書いてある。これ多分ね、僕だのカードだね、これね。シューティングソードラゴン、タクチュラス、エクスパンション。まあ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 。かっこいいけど、また使わないというか、ちょっと組んでなさすぎて、こちらも、プレゼントいたします。視聴者の皆さんにね。はい。このアカウントを、フォロー &RT をしてお待ちくださいみたいな。あ、もう次か。俺次くせえな。次くせえぞ。あぶね。まずね、通常モンスターの枠なんだよ。もうとにかく。で、黒いね。黒いわ。黒いね。エクシーズか。まあ、ギャラクシー系かな？だとしたら、光。まあ、ギャラクシーだな。なんか、何らかのギャラクシー。今日、ああ、これフォトロードだな、これ多分。はい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 、はい。まあ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 、まあ悪くはない。まあ悪くはない。使いはするから。あ、十分。ギャラクシーデッキだったらね。ちなみにギャラクシーデッキも一応、まあ、ファンデッキレベルですけど、組んではいるんで、まあ、投入しましょう。あとはもう消化試合なんでサクサクいく。おお！アルティメットだ！かがり火。なんか、アルティメット枠ちょっと強えな、俺、引き。アルティメットかかり火か。これなんか、いや、これ結構、割と、価値高いでしょ。かかり火はそもそもね、今の環境デッキには結構採用されてると思うんですけども、これなかなか、引き強い方なんじゃないのかな。4ボックス目、こんな感じになりました。フォトンロード普通に、まあ嬉しいし、かかり火、アルティメットまあまあ多分強そうだし、まあ悪くないかな、4ボックス目は。はい。5ボックス目。ラスト。魂のラストボックス。行きましょう。さあ、ラストボックス。果たして、YouTube の動画のサムネイルに、神引きはつけることができるのか、やっていきましょう。つけられるわけないのか。つけられるわけない方が、まあ、確率的には高いんだけどさ。ちなみに、結構爆死してる人ね、結構ね、いると思うね。今回の。まあ、200種類あるから、やっぱ欲しいカード基本的に出ないんですよね。まあ、僕はまだ出てる方かもしれん。こう思うと。うん。これ次か。これ次くせえな。あ、じゃあ次の次か。これ次の次だな。まず通常モンスターであることが大事なんだよ。とにかく通常モンスターであることが大事。うん、トラップだね。うん。全然、なんかトラップで可能性あるやつ確かなかった気がするから、なんか微妙な。カウンタートラップ？何これ。これ、トじゃん。デッドマンズバースやろ、これ。絶対。ちげえかな。あ、そうだ。最後の最後で、ね、マダントラップはちょっとさすがにいらねえな。
さすがにまあ、ごめん、まだの、まだファンの方すいませんね。まだ組んでないからって意味ですからね、これ。はい。マシン王の禁断契約書とか出されても困るよね、これ。これが一、これの地区一番いらね。今回のパックはね、あ、メテオニストライトのアルティメットかっこいい、ね。ていうかさ、これなんかちょっとアルティメットレアなんか、見た目、なんかすごいギラギラしてて、なんかアルティメット結構かっこいいよね。うん。アルティメットレア、しかもなんかこうさ、メテオニス、ドライトロンだと、こう、なんていうのかな、この光線っていうか、ね、光がすごいこう、入ってるんだけど、なんかアルティメットレアとかなり相性が良くて、これでこういうね、カードは、いいんじゃない、こっちか。いいんじゃないかなと、思います、個人的には。黒煙弾のプリシクとかも、煽り性能高そう。煽り性能高そうだな。先行暗記をしてくれみたいな。次くらい、あ、次の次くらいですかね。サンダードラゴン、サイバードラゴンインフィニティ、まあ、通常モンスター枠頼む。通常モンスター枠、もうトラップカードの枠の時点でもう、可能性ないよ。もう。何これ何起きこれ。え ?BF? ブラックツインシャドウ。ブラックフェザーツインシャドウ。悪くねえな。なんかそこはあんま強くないカードであれ。なんか悪くねえなってなっちゃうから。ツインシャドウとか出ると。うん。お、バンアルファ。お前2枚目じゃねえか。ね、5ボックス目結果、こんな感じでした。まあトラップ枠になっちゃってるのさすがに弱いかな。まあ5ボックス目はちょっと負けでいいです。はい。僕の負けでいいです。ちょっと一回、1ボックス目から5ボックス目の、このアルティメットと、クオシクの結果、並べてみたいと思います。はい、最終結果、こうなりました。まあちなみに大当たりと言われている、まあブルーアイズ、レッドアイズ、リミッター解除、羽根暴起、0枚と。はい。まあ当たるわけないと思いながらやっていましたけれども、当たんなかったと。はい。僕の負けでいいです。個人的には、ちなみに、このラーの抑止流が当たってくれたんで、まあ、これはね、普通に嬉しいんですよ。個人的にはね。はい。なんで、これが当たってくれたんで嬉しかったのと、あと、アルティメットレアのレッドアイズっていうね、これちょっと、まあまあレアなんじゃねえかって説がありますから、まあ、これがちょっと嬉しいかなっていうぐらい。まあ、あとは、まあ、そんなにね、大したことになったかなっていう感じですね。まあ、ぜひね、開封した方は、何が当たったのかもコメント欄なんかで、残しておいていただけると、ちょっと嫉妬に狂ってブロックするかもしれませんが、よろしくお願いします。それではまた次の開封動画でお会いしましょう。じゃあね。